トバイアス・ジョン・ハリスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、アイスリップ出身のプロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティシクサーズに所属している。ポジションはフォワード。ロングアイランドで生まれ育ったハリスは、高校時代は、ミスター・ニューヨークと呼ばれる存在で、2010年のマクダナルズ・オール、アメリカンチームにも選出された。大学は、テネシー大学に進学し、 一年生の時に平均15.3得点を記録し、自信をつけて2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。ドラフトでは一巡目19位でシャーロット・ボブ・キャッツから指名されるも、直後にミルウォーキー・バックスとサクラメント・キングスとの三角トレードが行われ、交渉権がバックスに移動した。しかしバックス入団後は、 厳格な性格で知られるスコット・スカイルズ2期に入られずベンチに座る時間が多くなった。マジックでのハリス転機となったのが2013年2月。JJ レディック絡みの大型トレードでオーランドマジックに移籍したハリスは新天地で多くの出番を与えられ数字を大きく伸ばしマジックの主力に成長した。2015年7月3日に マジックと4年6400万ドルで再契約を結んだ。ピストンズでのハリスしかし、バックス時代同様に確執が根深かったスカイルズに、またしても気に入られず、2016年2月16日、デトロイトピストンズに移籍した。2018年1月29日、ブレイク・グリフィン等とのトレードで、エイブリー・ブラッドリー、 ボバン・マリアノビッチと共にロサンゼルス・クリーッパーズに移籍した。2019年2月6日、ボバン・マリアノビッチとマイク・スコットと共に、ウィルソン・チャンドラー、マイク・マスカラ、ランドリー・シャメット、複数のドラフト指名権との交換で、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズにトレードされた2019年7月2日、シクサーズと5年1億8000万ドルのマックス契約で再契約した。 2021年1月4日、自身2年ぶり3度目となるイースタンカンファレンスの週間 MVP に選ばれた。オーランドマジックに加入した際、ハリスは背番号を12を着用することを決めた。これはハリスの高校時代の友人が着用していた番号で、その友人は白血病で17歳の若さで他界し、ハリスは友人のために 背番号12を背負ってプレーすることを決めたという。しかしそのハリスの決断がオーランドでちょっとした騒動を呼ぶことになった。12の背番号は2011から12シーズンまでドワイト・ハワードが着用していた番号だったからである。2012年夏にいわゆるドワイト・メアー騒動でマジックを去り不評を買うことになったハワードだが一部のファンからは背番号12は 永久欠番にするべきだという声も上がっていたこともあり、ハリスはドワイトに対する敬意を書いていると非難を浴びることになったが、ハリス本人は自身にプレッシャーをかける意味でも12を背負っていく、そうである。なお、デトロイト・ピストンズ跡後はアロン・ベインズが12を着用していたため34を着用している。オーランド・マジック対クリーブランド戦で、 腕をスイングしたハリスに過剰なアクションをしたレブロンに対しフロップをやめろと怒鳴ったことで知られる。それがレブロンに火をつけ残り時間17分間で18得点を挙げられる結果となったがそれについて試合後に俺は誰が相手でも引き下がらない。誰が相手でも常に100%でぶつかる。それだけだとコメントしている。ありがとうございます。